私たちの問題意識としては、まずその水野さんのツイートは、非常に侮蔑的であるというと同時にですね、事実とも異なっている。でそして私たち、専門家も交えた市民グループによる要請を非常に軽視しているなということを感じたわけです。この原発事故子ども被災者支援法のですね、中にこの健康被害への対応というものが盛り込まれて以上、やはりその支援法にのっとって、第13条にのっとって、国として緊急にその健康に対する対応の体制を構築していただきたいというのが、要請のかなり主要な部分を占めているんですね。でもちろん、主要には環境省さんがご担当されているということは認識しているんですが、やはり復興庁もその支援法の その基本方針の策定、あるいはその着実な実施という意味で責任を負っているだろうと思っています。よろしくお願いいたします。この多分基本法に基づく、基本法というか支援法に基づく対応というものが全体としてまだ進んでいないというご批判を受けているわけでございますけれども、我々はそういうことではなくて、なかなかその法律で要請されている仕組みといいますか、やり方が難しい面がありまして、そこはいろいろ専門家の議論とかを踏まえてやらなきゃいけないし、そういうことで決してその取り組み自体が我々サボっているとか遅れているとかやる気がないとか、そういうことでは全くないというふうに認識し、かつそういうことで取り組んでいるわけなんですけれども、それがああいう、ある意味で不用意な、発言をツイッターという形であれやったことによってですね、多分そういうふうに思われている方が非常に出てこられたという、つまりその政府は本当にやる気がないんじゃないかというふうに捉えているということが、まさに信用失墜に当たると、そういう意味で問題があったというふうに我々は考えております。8月8日は、複数の省庁にまたがパルセ策の調整が完了した際に、これは何を意味しているのか。ですね、この3月8日のツイートの関係でございますけれども、この書き込み、最初何のことかということでみんなあれしてたんですけれども、ここに書いてありますように、なんか支援策を先送りするという意味ではございません。ちょっと具体的なですね、施策については霞が関の中の話なので特定するのはちょっと差し控えさせていただきたいと思ってるんですけども、復興庁取りまとめ官庁で、実施する官庁との関係で、どちらが国会などでですね、主として答弁を作成したり、あるいは当事者として答えるかということについては調整をいつもいろいろとすることは、どっちかやメインでやらなきゃいけないケースがありますので、ということがあって、このパッケージに関することだったと思う、関連する施策のことなんですけれども、その中で、どうするんだって話があって、でまさに校長と、担当省庁で協力してやろうということに。なったと、その通告された時点でその質問者の趣旨などを踏まえて、回答すればいいという、そういうようなことをなったということであってですね、これちょっと少しどっちがメインであるんだっていう話は少しあったもんですから、それで彼としてはそれがある種ここでそういうふうにしようってことが決着したことをわざわざ書いたということで言ってまして、それは事実そういうことがあったことは私も承知してますので、そのことだなと思って確認した次第です。県裁本部から、原子力規制委員会の方に一定の技術的な現地からアドバイスをもらって、それを受けてまた来るので時間がかかるというような説明が広がるとされたと思いますけども、ところが規制委員会の方に聞くと、占領基準の土地を作るつもりはありません。そんなことは決めてませんと、単にその占領に応じた防護措置についてアドバイスを求められたわけですというふうな感じでいただいてますので、ちょっとそれを合わせると、その占領に関する基準ができないと先に進まないんだっていうのが何か
口実にされて、でそれは規制委員会待ちだということになってるんだけど、実は規制委員会はそういうのがなくて、ね、ことが進まない口実だけを作って、それで誰も何もしない状態になってるんじゃないかというのを聞くもあるんですけども、それはどうなってるんでしょうか。そんなことはないと思うんですけど、占領に関する議論は、いろんな政府の中でも、この新本の占領ということで、なくてもですね、この占領でいろいろな基準があるので、ですね、そこについて、考え方をいろいろ検討してもらいたいということはお願いしているわけです。それが、全部なんか、ファイナルになるまで、この検討集団を作らないというつもりも申し訳ないと思います。そういった検討状況を踏まえながら、できるだけ早くやりたいというふうに。その点に関しては現状どうなっているんですか。どこが今何をしている状態でしょうか。その占領基準を決めるっていう作業ですよね。いろんなところに問い合わせをして、占領を決めるとか、具体的に占領を決めるの、この変え方というものについて、そのいろんな専門家の方の見解を把握しなきゃいけないということで、それどこからかどなたに地域に対しても我々はお願いしてますし、はい、いやだからそれ以外の選挙会については、はい、選挙会については矢内の選挙基準を作る気がないし、から基準についての検討は今どうなってますか。それは少し長的に思ってます。もう少し具体的に教えていただけますか。内部の検討ですから、どこの会とかそういうことはない方がいいと思います。規制委員会では一人ではないということですね。規制委員会にもお願いします。規制委員会はお願いしてるんですか。占領の基準基準ではありません。いや、占領方法に対する考え方について検討して、その中で占領全般についての考え方も当然検討の中では議論されるであろうということを期待しています。いつ頃までというのことも聞いておりますか。その規制庁と原産本部の人は年内を。ただし、先ほど言うと、基本方針と、その、減災方面における合法性の関係を、正しくリンクしているわけではございませんので。